存在する価値など証明しなくても君がいてくれることで僕は嬉しい。存在する価値など証明しなくても君がいてくれることで僕は嬉しい。背負ってた悲しみ憎しみとか下ろす手段はない、ないってこうハテナがついています。ということで今日もお届けしております、 A メロの最初の部分をお届けしました、小山純一です。皆さんお元気に、過ごしていらっしゃいますか、ね、今日も楽しんでいきましょう。サビ始まりの歌です。サビは実はまあ一昨日か聞いてもらった通り、サビは前半部分があって後半部分があります。その後半部分の、メロディーをドア頭に歌って、イントロが入って A メロに続いていきます。 A メロ、背負ってきた悲しみ憎しみとか下ろす手段はないっていう歌詞にしました。悲しみ苦しみとかも考えたんだけど、なんかもっともっと深い感情って、一番深い感情ってなんだろう、やっぱ怒りとか憎しみとかそういう気持ちなのかなと思ったんです。やっぱり憎しみって持たない人ってなかなかいないと思って、そういうことねあると思うんですよ。だからそういう感情っていうのを下ろす手段はないのかなっていう問題定義からこの歌はこの後どんな風にどんな風に、心が軽くなっていけるのか、歌詞で言葉で、伝えていこうと思います。楽しみにしていてください。いい曲になると思いますよ。この曲のメロディーもとっても、気に入っています。サビのメロディーしかなかったんだけどさ、ここに来てこのね8ヶ月で本当に曲を書く力がついたなと自分で本当に自信を持っています。いろんな曲書けるようになったし、いろんなメロディーも切羽詰まったら浮かんでくるし歌詞もね、いろんな言葉が出てくるし、たくさんたくさんそれはインプットしてるからだけどね、いろんな言葉どんななんだろう、みんなからツイキャスで話を聞いたりもそうだし、いろんなテレビを見たり映画を見たりもそうだし、本を読んだりねもうそうだけど、そういうとこからいろんなものを引っ張ってこようとしているからだけどね、すごくすごく素敵な、感じになってると思います。喜んでいただけてたら嬉しいんですがね、もっともっといい曲作っていこうと思いますので、楽しみにしていてください。ではね、こうやってね、曲いっぱい作って歌ってるのも別に自分だけ良ければいいわけじゃなくて、聴いてくれたみんながちょっとでも元気になれたり笑顔になれたり心のね荷物が少し軽くなったら本当にそれは嬉しいなと思って書いています。ですのでね、本当にライブに遊びに来てください。ライブで直接届けられることが一番嬉しいです。みんなの顔見て喜んでくれたり、一緒に感動してくれたり楽しんでくれたりしてるのを、ね、見たり、そういうあと感想を聞いたりするのが本当に本当に嬉しいです。なのでね、ぜひライブに遊びにいらしてください。そしてね、お友達と一緒に来てくれたらなお嬉しいです。ぜひね、もっともっと、この僕らで作ってる縁輪を大きくしていく、お手伝いしてくれたら嬉しいです。そしてね、 CD もたくさんねありますんで、ゲットして曲を聴いて覚えて一緒に歌ってください。そしてね、お友達にプレゼントしてくれたらまたそれも本当に本当に嬉しいです。ぜひ本当にこの本当に輪をもっとでかくして、もうめちゃくちゃでかいところで、素敵な景色を一緒に見ましょう。これからも頑張っていきますので応援よろしくお願いします。小山純一でした。